テレビから消えた理由がエグすぎる。干された芸能人女優たち実践。皆さんこんにちは。芸人のフワちゃんがやす子さんへの暴言で大炎上し活動休止に追い込まれました。レギュラー番組を降板し、出演していた CM も非公開となり、収録済みの出演シーンも全カットされるなど完全に干された状態になっています。もともと破天荒なキャラクターで人気を博したフワちゃんですが、今回の炎上案件の深刻さから、これまでのキャラクターを続けることは難しいと言われています。復帰も絶望的との声も上がっているようです。ただ芸能界はもともと生き残るのが厳しい世界、今では見かけなくなった芸能人は数多く存在します。そこで今回は芸能界から姿を消した女性タレントたちの表舞台を去った理由や現在の生活についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ノン。まず一人目はノンさん。旧芸名は能年玲奈として知られています。2006年雑誌ニコラのオーディションでグランプリを獲得。これをきっかけに芸能界入りを果たしました。女優デビューは2010年の映画告白、その後も映画カラスの親指やグッモーエビアンに出演。2013年には大ヒットドラマとなった朝ドラあまちゃんのヒロインに抜擢。朝ドラ出演後も次々と話題作に出演し、映画ホットロードやクラゲ姫に主演。この世界の片隅にでは主人公すずの声優も務めました。のんさんこと能年玲奈さんは以前、新垣結衣さんや川島海荷さんが所属するレプロエンターテインメントに在籍。非常に厳しい事務所として有名で、事務所の待遇にはブラック企業的な部分もあったと報道されています。あまちゃん出演時でさえ月給は5万円程度だったとされ、事務所での話し合いでは高圧的な言葉もあったとか。また当時ののんさんと事務所との間では売り出し方の方針で折り合いがつかなかったようです。あまちゃんで大ブレイクしたにもかかわらず、民放ドラマには全く出演していませんでした。実際映画進撃の巨人でのんさんをヒロインに抜擢する話が持ち上がった際も、本人は出演を希望していたものの事務所が断ってしまったそうです。のんさんのマネージャーはこう告発しています。のんはメジャー週刊誌の人気調査でも常にトップを争う国民的人気女優です。先進的な企業やアジアからも CM のオファーが多く寄せられ、広告の出演は可能でした。でも彼女は女優です。現場からの熱烈なオファーもあります。3年間もテレビドラマに出演できていないのは異常な状況ではないでしょうか。レプロ側がひたすら断っていたわけではなく、むしろテレビ局からは熱烈なオファーがあったとのこと。特に若手のテレビマンからはかなりの引き合いがあったそうです。このようにレプロエンターテインメント側からのテレビ局への圧力により、のんさんのテレビ出演が減少したとみられています。そしてレプロエンターテインメントは本名の能年玲奈という名前についても許可なく使用することはできないと主張したのです。このような事務所との関係から、のんさんは芸名をのんに改名、レプロエンターテインメントからも独立することになりました。本名を誰かの許可なしに使えないというのはおかしな話ですよね。現在所属している事務所スピーディの代表福田敦氏は過去のインタビューでこう語っています。のんにドラマのオファーがたくさん来るのに、話を進めている途中でテレビ局の上層部に取り消されてしまう。これは異常だ。業界は変わらねばならない。しかし2019年頃から風向きが変化。公正取引委員会からジャニーズ社への画期的な申し入れがあり、話題を呼びました。2023年には福田敦氏がスマイルアップ社代表に就任が決定し、芸能界の風向きも少しずつ変化しているようです。のんさんが出演していた朝ドラ「あまちゃん」も2013年の放送から10年を経て再放送が決定。 CM 出演もユニクロなど大手企業ばかりです。また女優業だけでなく、音楽活動や絵本作家、ブランドのプロデュース、 YouTube での活動など様々な才能を開花させているのんさん、今後のさらなる活躍が期待されます。愛武咲。ドラマ「ブザービート」での悪女役が大ヒットし、一躍脚光を浴びた愛武咲さん。好感度も高く、ミスタードーナツ、洋服の青山など多数の CM に起用され、お茶の間でもおなじみの存在でした。しかし最近ではテレビで見かけることがめっきり減りましたよね。
実は2016年に結婚した夫が干された一因になっているという噂があります。2016年5月3日アイブさんは不器用な私を忍耐強く愛を持って見守ってくれる彼と温かく笑顔いっぱいな家庭を築いていきたいという直筆のファックスで結婚を発表。しかしこの夫にはなかなかの問題を抱えていたようです。とある芸能関係者によると、アイブさんの夫は化粧品などを販売している売上約15億円の会社の社長です。決してイケメンではありませんが礼儀正しい青年との評判を聞いていますとのこと。佐々木希やスザンヌ、中川翔子といったタレントに自社製品を使ってもらう宣伝スタイルで特に若い女性に人気があります。ではこうした芸能人との人脈をどのように築いたのでしょうか。同じ芸能関係者はこう語っています。彼は渋谷のクラブで働くなど夜の世界を渡り歩き、その流れで2010年の海老蔵暴行事件で話題になった西麻布の会員制バーをオープンしました。このバーは海老蔵以外にもジャニーズ事務所のタレントがよく利用する隠れ家になっていました。つまりアイブさんの夫は彼女との結婚以前から華やかな世界との接点を持っていたようですが、実は別の世界とも関わりがあったのです。なんと彼の父親は九州では泣く子も黙る指定暴力団2代目同人会の副会長を務めた大物親分として、その世界では有名だったそうです。とある暴力団関係者が明かすには、普段から武器を持ち歩くような武闘派として知られていましたが、20年ほど前内部抗争の結果亡くなりました。自宅に帰ってきたところを頭などを銃で撃たれるという衝撃的な事件でした。アイブさんの旦那さんはその時まだ中学生でした。さらにアイブさんの夫の出身地である福岡県で暮らす彼のいとこも週刊誌の取材に答え、確かに彼のお父さんはヤクザでしたと明かしています。しかしアイブさんの所属事務所はこの事実を知らなかったようで、夫自身へ週刊誌が取材した際には代理人の弁護士よりこんな返答がありました。父親が暴力団員であったことは間違いありません。彼の生い立ちに関する詳細はアイブ氏には伝えていないとのことです。つまりアイブ咲さんには父親のことを黙ったまま結婚したということになりますよね。この報道には世間にも心配の声が広がり、スピード離婚も噂されましたが、アイブさんの夫自身は問題を起こさないとても優しい方だと前述の夫のいとこも語っており、また夫と同じ化粧品業界の関係者もアイブさんのご主人は真面目で物腰も柔らかい方です。大学を出て不動産会社などで働いた後、マスカラなどの化粧品を扱うスカイグループを立ち上げ、今では売り上げも15億円近くある。わずか2年でここまで育て上げた経営手腕は大したものですと話していたので、周りからは彼自身には問題なく決して悪い人ではないという評価を得ていたようでした。ただ裏社会の人間と血縁関係があったことや、それを隠して結婚したことは事務所としては看過できない問題でしょう。これだけでもアイブさんが干されたという原因になりうると思われますが、さらにこの夫には裏があったようです。アイブさんが結婚を発表した同年の8月30日、デイリー新潮がアイブさんの夫が社長を務める会社製品のポップ広告に有名女優の顔写真を無断使用していたことを報じました。同記事によると、それが発覚したのは同年4月頃、大手量販店の5店舗で同社商品に有名女優数名を起用したポップ広告が発見されたといいます。彼女たちはいずれも通常なら数千万円のギャラが必要となるレベルの人気女優、中には現在も大手化粧品メーカーの CM に出演中の女優もいたとか。この事実が発覚し、同社は各芸能事務所から怒りを買うことになりました。先述の通り、同社は渋谷のクラブで働いていた時に培った人脈を頼りにタレントとの接触を図り、人気女性タレントに自社製品を使ってもらい、ブログで宣伝してもらうことで売り上げを伸ばしてきた経緯があります。こうした気軽なタレントへの接触が今回のような管理体制の甘さを引き起こしたのかもしれないと見られています。すぐさまポップ広告は撤去されましたが、結果として会社のイメージを大きく低下させることに。またその会社社長がかつての CM クイーンであるアイブさんの夫であることから、彼女のイメージをも傷つけることになりました。このような勝手な行動が明らかになると、写真を無断使用されてしまった女優たちの事務所が一斉にアイブさんとの共演を NG とすることにもなりかねません。
こうした理由でアイブさんは芸能界から干されたという噂が出回ったようです。では実際はどうなのでしょうか。調べたところ、アイブさんは現在も女優として活動しているようです。しかも結婚した翌年の2020年5月には第二子女児を出産し、二児の母となっていました。自身の SNS では子供2人との姿も公開し、二児の母には見えない、ママになっても変わらず可愛いと反響を呼んでいます。実はアイブさんは2020年の第二子妊娠時に活動休止をしていました。第一子を授かった時にも同様に活動を一時休止し、その後復帰という過程があったようです。そのため近年彼女をテレビで見なくなったのは、出産育児のために一時的に活動を休止していたためでした。第二子の出産後、2021年からは芸能界に復帰、現在まで離婚の報道もないため結婚生活は続いていると思われます。アイブさんの夫に関する噂は本当の部分もあるかとは思いますが、やはり周りからの評価の通り本当に優しい方なのかもしれません。アイブサキさんのインスタグラムを見ると、自身の仕事の様子やお子さんとの写真を投稿しており、順調に復帰している様子、2024年にはもっと彼女の活躍を見られるよう応援したいですね。上野樹里、2004年映画スウィングガールズ、2006年月9ドラマのダメカンタービレなど様々なヒット作に出演してブレイクした上野樹里さん、その後も順調にキャリアを積み、人気女優としての地位を確立、国民的女優の仲間入りも果たすと思われていました。しかし2011年を境にパッタリとテレビでは見かけなくなってしまいます。その原因は上野樹里さんの態度にあるという噂が、2016年には上野樹里態度の悪さに業界内で不評噴出、中居正広が注意、番組進行を中断、先輩にタメ口という見出しで報道されました。業界内で不満が噴出していたようです。とある作品では役のセリフに納得がいかず、プロデューサーに自身の演技プランを熱弁するも一蹴されるなど天才と称される反面、裏では扱いづらい女優としての評価もあったといいます。それが CM の現場でも上に意見を述べたことで衝突が発生、結果としてそういった話が業界に広まり、キャスティングされなくなってしまい、2011年を境に出演作が激減。また上野樹里さんはその態度について中居正広さんからも注意を受けていました。2008年の笑っていいとも、2008春の祭典スペシャルに出演した際、文章ゲームの時に投げやりな態度を見せ、中居さんからどうした、もうちょっと女優さんだから可愛くやらないとと注意されたのです。タモリさんからもちょっとヤンキーっぽかったねと呆れられていたそう。さらにふてくされていく上野さんに、再び中居さんから、上野さんもうちょっと言葉を選んで、言葉のチョイスが乱暴と公開説教を受けることに、中居正広さんとタモリさんにまで呆れられてしまうこの性格は干される理由として十分だったのかもしれません。他にも悪評は続き、わがまま自由奔放な態度で迷惑をかけたこともあるようです。上野樹里さんは思ったことをすぐ口にするタイプで、よく言えば裏表のない性格ですが、こだわりが強く扱いづらさを感じる方も多かったことでしょう。昔の報道を調べてみると、僕運命の人ですのヒロイン役をドタキャンエンジンでは、同じ演技を二度できないと言い、シーンが丸ごとカット、台本読みの最中に突然休憩に入り、他の共演者やスタッフは上野さんが戻るのを待たされていたなど、わがままエピソードが山積み。また同じ役者の大先輩にも失礼な態度をとっていたそうです。2011年 NHK の大河ドラマ郷姫たちの戦国で上野さんは主演に大抜擢されますが、その現場では宮沢りえさんや鈴木保奈美さんといった先輩女優たちにいきなりタメ口で話しかけたとか、この態度を非難する報道もあり、以降上野さんはタメ口女優と呼ばれるように。また上野さんは料理愛好家の平野レミさんの長男で、3人組バンドトライセラトップスのボーカル和田翔さんと結婚。あの悪の強いレミさんは上野さんのことを、顔が小さくて背が高くて目がでっかくてさ、態度もでっかいのよねとコメントしていました。確かに表裏がないのはいいことでもありますが、実際に仕事も激減していますし、協調性は大事にすべきですよね。ただそんな上野さんですが、
この結婚が運命の転機となったようです。実は2022年主演ドラマ持続可能な恋ですか。では上野さんの変貌ぶりが業界関係者の間で話題に。収録現場には一番乗り、スタッフへの挨拶は欠かさない、収録が押しても嫌な顔一つせず最後まで付き合う、このように上野さんの態度が明らかに良くなっていたのです。その理由は夫である和田翔さんの影響が大きいとの噂がありました。上野さんは結婚後から現場での評判が良くなったとのこと。ドラマ関係者は性格が変わったと驚く声も聞きますと証言。監察医朝顔の現場では年下の女優が体調を崩した際自ら駆け寄って介抱したことや、娘役の加藤柚子奈ちゃんと積極的にコミュニケーションを取る姿、 AD に混じって道具運びをしていたなどの証言もあり、以前のような態度の悪さはもうないとのことです。また上野さんは自身のインスタグラムで夫の和田さんとの仲睦まじいツーショットなどをたびたび公開、幸せそうな姿を見せています。和田さんからの愛が上野さんを大きく変えたのかもしれませんね。広末涼子さん。1990年代後半に彗星のごとく現れたスーパーアイドル広末涼子さん。グラビア、ドラマ、歌手などさまざまな分野で超一級の活躍を遂げ、月9ドラマ「ロングバケーション」で本格的な連ドラデビューを果たします。その後の「ビーチボーイズ」は今も多くのファンが存在する伝説的なドラマとなりました。プライベートでは2003年にモデルの岡澤孝宏さんと結婚、同時に妊娠も報じられ、2004年4月に第一子男児を出産、その後2008年に離婚することになりますが、2010年10月にはキャンドルアーティストのキャンドルジュンさんと再婚、翌年に第二子となる男児も生まれ、2015年7月には第三子女児を出産、3児の母となりました。2022年には第14回ベストマザー賞の芸能部門を受賞、もはや国民的女優であり、その美しさからも男女ともに憧れの的だった彼女でしたが、2023年のある事件で世間からの評価が一変することになります。有名シェフ鳥羽周作氏とのダブル不倫が報じられたのです。当初広末さんは絶対にありません、子供が3人いるんですよなど関係を否定していました。しかしその後の報道で2人が不倫中に交わしていたとされる交換日記やラブレターが晒されることに、最終的に広末さんは不倫を認めることとなりました。ただ流出したラブレターの内容が、出会ってくれて、会ってくれて、気持ちくしてくれて、いつもどんな時もあなたらしくいてくれて、対峙してくれて、本当に本当に本当にありがとう、心からのありがとうといったもので、気持ちくしてくれてなど生々しい言葉が使われていたり、またポエム調の文章で愛が綴られていたりと、世間はドン引きすることに。広末さんはこの不倫騒動をきっかけに所属事務所から無期限活動停止が発表され、放映中の CM なども全て差し止めに、契約も解除となりました。その1ヶ月後、キャンドル・ジュン氏との離婚が発表され、2024年2月に所属事務所を退所し、現在は個人事務所を設立して活動しているといいます。最近ではイベントにも参加していたりしますが、その度におとなしく家にいればいいのに、永久に不倫の印象は拭えませんよ、よく顔出せたねって感じ、メンタル強すぎとネット上では批判の声が上がっています。イメージ回復には相当苦労するとは思いますが、子供3人の親権は広末さんが持っていますし、守るべき存在のためにも頑張ってほしいところです。優香。1990年代後半グラビアアイドルとしてブレイクした優香さん、2000年に入り女優業を本格化させ、テレビドラマを中心に活動しながらタレント活動も並行して行い、世間からは圧倒的な好感度を誇りました。また今は亡き大物コメディアン志村けんさんにも気に入られ、志村けんのバカ殿様ではコントなどでも活躍し、一躍有名になりました。一時期は王様のブランチや Q 様などバラエティ番組の MC で優香さんを見る機会は多かったのですが、最近はあまりテレビに出演している様子はないですよね。これまでに紹介した方々のように何か炎上してしまう騒動を起こしてしまったのかと調べてみましたが、特にそういったニュースはなく、引退や活動休止という話もありませんでした。むしろ志村さんとのコントなど
彼女に対する業界の評価の高さがピックアップされている記事が多く見られる状態。そんな優香さんがなぜテレビに出る機会が減ってしまったのでしょうか。これには結婚が大きく関わっているようです。優香さんは2016年6月に俳優の青木宗隆さんと結婚。ビッグカップルの誕生に加え、交際5ヶ月のスピード結婚だったため、2人の結婚は世間から大きな注目を集めました。交際のきっかけとなったのは2016年1月から3月に放送された時代劇地下絵門の撮影。この撮影以前にも2人はオムニバス映画で夫婦役を演じており、地下絵門での久しぶりの再会で親交が深まったそうです。そして2020年4月に優香さんは第一子を出産。そして現在は子供第一の生活を送っているとのこと。仕事はバラエティ番組と CM 出演のみにセーブしているそうですが、仕事は途切れることなく今もその影響力の高さを維持しているようです。牧陽子。牧陽子さんは2000年代後半から2010年代前半に一時代を築いた女優です。細身ながらに豊満な体型からグラビアなどでも非常に人気がありました。2013年にはルイ・ヴィトンの街頭広告のモデルに日本人で初めて起用されるなど、モデル活動もしていたトップ女優でした。演技面でも多方面から評価され、実力派に数えられていましたが、近年ではマイナスなニュースでその名前を聞くことが多くなってしまいました。まず牧さんを表舞台で見ることが少なくなった大きな理由は事務所トラブル。牧さんは2017年に事務所を退所し、その影響で映画も降板することに。その発端となったのはコミケ騒動でした。2017年8月25日、牧さんは突如、より皆様とお近づきになりたく、このような企画を思いつきましたとして、あるプロジェクトを立ち上げます。それは12月29日から31日に開催されるコミケに出展し、自身のフォトマガジンや撮り下ろしカレンダーなどを発売するというもの。紙面はファンからの要望をもとに決定し、皆様と一緒に作り上げていくとしていました。また経費はクラウドファンディングで募り、800万円の目標金額に対し28日時点で540万円を集めるなど、賛同者を多く獲得。 Twitter、 現 X では、ビビたる額ですが応援します、私たちも本作りに参加できる企画嬉しいですと共感の声は少なくなかった一方で、批判も多数寄せられるなど、いわゆる炎上状態に。実はコミケは一般の人たちが自分たちの作品を発表する場であり、芸能人が自分の写真集を発表する場には向いていません。それならば自分のイベントでやるべきだと意見が殺到したのです。そうした経緯から牧さんは8月27日に自身の Facebook で、軽い気持ちで参加を希望してしまったことを深く謝罪申し上げます、誠に誠に申し訳ありませんでしたと謝罪。そしてこの騒動の中で、牧さんを守ってくれなかった事務所に対してもともと待遇に不満のあった牧さんは事務所から離れる決断をしたと報じられました。その後もたびたび SNS の発言で物議を醸すことが多かったのですが、一番記憶に新しい騒動はセクハラ発言とエアガン事件ではないでしょうか。2月18日放送の誰かと仲いいに出演した牧さん。この回では牧さんと新田真剣佑さんが初対面を果たしましたが、牧さんはネットフリックスドラマワンピースでロロノアゾロ役を演じる新田さんの大ファンだと語り、彼がスタジオに登場する前から浮ついていました。そして新田さんの魅力を語る中で、興奮のあまりエロい、孕ませられると思ったなどと口走る姿も、ネット上では普通に真剣佑に対するセクハラ、褒めるにしても言葉は選ぶべき、下品という苦言が散見されました。なおこの番組の放送中、牧さんは見られたくないからという理由からインスタグラムで生配信をしており、番組の自身の発言が批判の的になっていることを知ると、見てほしくないものだけ見ると半泣きで絶叫、ファンをドン引きさせていました。このことから牧さんには注目が集まっていたのですが、同じ頃お笑い芸人の元プラスマイナスの岩橋義正さんが X にて誰かと仲いいの告知画像を引用して、あ、俺をエアガンで撃った人だと投稿。翌日にはあの時俺をエアガンで撃った牧陽子と平成ジャンプの中島、俺んとこに謝りに来いと具体的に名前を挙げ、さらに騒ぎが大きくなりました。
多くの批判の声を受けることになった。マキさんは TikTok のライブ配信で、エアガンのこと信じてる人いるんだと発言。それに対して岩橋さんが、はい皆さん、これが嘘ついてる人間の顔ですよと反論し泥沼化。それからマキさんのインスタから宮川大輔さんとのツーショット写真が削除されたり、岩橋さんが吉本興業との契約を解消したりなど、なかなか騒動は収まりませんでした。そんなエアガン事件の審議が SNS で議論されている中の2月25日、芸人のハリウッドザコシショウさんが、誇張しすぎた牧陽子というネタを YouTube 上にアップ。これは2月18日の牧陽子さんのインスタライブのモノマネで、牧陽子さんが取り乱してうまく言葉にならなかった部分を誇張したもので、ネット上では面白いと話題に。しかしこれがさらなる事件の引き金となってしまいます。牧さんは3月8日までの間に自身のインスタグラムを2度更新。7日午後11時過ぎに吐くほどの拒食症になったとして病院からメッセージを書いていると明かしましたが、その直後投稿を削除。8日の夕方には病院のベッドで横になっている写真とともに、彼女は意識を取り戻さないから代わりにパートナーである私が知らせますと、マキさんの同行者と思われるものが記したかのような投稿を。こちらも直後に削除されていますが、ネット上ではたちまち話題に。マキさんに心配の声が集まりましたが、手元にスマホ、飲み干したウィダインゼリーのキャップ、コーヒー、点滴の種類が脱水症状の患者に使用するもの、意識不明なのにモニター、酸素補給がないという状況から、意識不明というのは嘘ではないかとのコメントも相次ぎました。ただ該当の投稿が削除された上に、これ以降マキさん側からの発信もなかったため、マキさんの病気やエアガン事件の真相は闇の中。ちなみにザコシショウさんのモノマネについては現在非公開とされています。このようにお騒がせ女優として名の知れ渡ってしまったマキさん、6月には体調が回復したことをインスタグラムで報告していましたが、昨今 SNS の炎上問題はメディアも気にしているところでしょうし、引き続き仕事をもらえるかどうかは不安なところですね。伊藤美咲さん、2002年にブレイクを果たし、一気にその名が世間に知られることになった伊藤美咲さん。2006年には CM 女王として君臨するなど、文字通りお茶の間の人気者となっていました。絶頂期は2002年から2006年頃まで、短命ではありながらも圧倒的人気を誇っていた彼女ですが、なぜ急にテレビで見る機会が減ってしまったのでしょうか。調べたところ、伊藤さんは現在海外へ移住しているようでした。2009年に結婚してハワイに移住。旦那さんは大手パチンコメーカーの社長なのだとか。出会いは2008年11月、タレントの植松真美さんの結婚式。伊藤さんは花嫁のブライズメイド、旦那さんは挙式を手伝うアッシャーを務めていたそうで、2人は一緒にバージンロードを歩いたことがきっかけとなり、交際に発展したといいます。その後2010年6月27日に第一子女児を出産、2018年には第三子女児も誕生しています。伊藤さんはビジネスの関係でハワイに行っており、その流れから子供たちも一緒に教育移住したようです。そして伊藤さんは現在3人の子供の育児のために女優業は無期限で活動休止とし、タレント業だけに絞って活動しているようです。事務所のイベントやラジオ番組、雑誌のインタビューなどにはたびたび登場しており、2022年9月には「徹子の部屋」でテレビ出演もしていました。表舞台から完全に身を引いたわけではないようですね。また今年の8月にはハワイからシンガポールへの移住を自身のインスタグラムで報告。このように現在の伊藤さんの姿はインスタグラムなどで見ることができ、変わらぬ美しさには日々称賛の声が集まっています。A クラナナ、中学生の時に渋谷109の前でスカウトされ、2002年に14歳でデビューした A クラナナさん。当時女優の北川景子さんや本田翼さんが在籍していたファッション雑誌セブンティーンの専属モデルを務めていました。当時からモデルとしてダントツな人気を誇っていた A クラさんですが、2004年に放送されたドラマ GG 孫といた夏で女優デビューを果たすと、その演技力が高く評価され、以降も数々の話題作に起用されていきます。
その中で多くの賞も受賞している榮倉さんですが、特に印象に残っている作品が2010年に出演した映画余命1ヶ月の花嫁。同作品では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど多くの人を感動の渦に巻き込みました。モデル、女優として20年以上のキャリアを持つ彼女は、ドラマ、映画以外にも CM、バラエティなどにも引っ張りだこで、当時彼女の名前を知らない人はいないほどでした。そんな榮倉さん、ここ数年は急に見かけなくなりましたよね。一体何があったのでしょうか。2016年8月、榮倉さんは所属事務所を通して俳優賀来賢人さんとの結婚を発表しました。榮倉さんは約1年ほど時間を共有していく中で、家族になりたいという思いに至りました。これから先人生に起こる全てのことを彼と共に乗り越えていけると思うと、とても幸せですとコメント。2人の交際は結婚発表の数ヶ月前に週刊誌にスクープされており、その際所属事務所は仲の良い友人の一人と聞いておりますと明かしていました。2人の馴れ初めは2014年ドラマ N のためにで共演したことがきっかけでした。撮影中から親しかったそうですが、交際が始まったのは撮影が終わってからだったとのこと。結婚に踏み切った理由について、賀来賢人さんは緊急の時に場所を教えるアプリがきっかけだったと語り、登録しようとしたんですけど家族の欄じゃないと場所が分からなくて、緊急の時に連絡を取れるような関係に慣れていないのが悔しくてと思ったそうです。アプリに登録できなかった次の日に結婚してくださいとプロポーズすると、榮倉奈々さんからは本気のやつ、会社に確認していいやつと返事が返ってきたため、賀来賢人さんは本気ですと答え、結婚が決まったようです。現在は2人のお子さんに恵まれ幸せに暮らしている榮倉さんですが、一時期は十数人と同時に交際していたという噂があり、このことが理由で好感度が下がり、 CM などを依頼する企業側から避けられることにつながり、テレビ等への出演が減少したと言われています。しかし完全に消えてしまったわけではなく、現在もドラマや CM などに出演されているようです。そんな榮倉さんは23年10月にアパレルブランドミューナウを立ち上げ、それに伴う新会社株式会社ランド NK を設立、本名である賀来奈々の名義で CEO を務めています。コンセプトは変わり続ける今を生きる服で、10年後に来ても新たな楽しみ方ができる服作りを目指しているといいます。また自然環境に配慮し受注販売を基本としているそうです。子育てをしながら会社を設立した榮倉さん、今後の活躍がさらに楽しみですね。カシーユ、2001年にモデルとして芸能界デビュー、 CM に出演したことから人気に火がつき、徐々に女優業にシフトしていきました。2003年にはドラマ、2005年に映画デビューを果たし、キャリアを順調に重ねていき、ルックスとともに実力もついてきたことで人気女優の一角として名を馳せました。2007年には俳優の小田切丈さんと結婚、公私ともに順調だったカシーさんですが、カシーさんも子育てを機に芸能活動を休止することに。しかしそんな中で悲しい出来事が報じられました。2015年4月、カシーユーさんと小田切丈さん夫妻の間に生まれた第二子が抱樸性イレウスのため1歳9日で急死。この出来事からカシーさんはより育児に専念するように、その育児への思いは強く、育児を深く理解するためにチャイルドマインダーという家庭保育の資格も取得したそうです。こういった影響から2014年以降一切テレビには出演していないようでした。そんなカシーさんは2016年に新たな命を宿したことで、さらに家族の絆を深めていきました。もともと家庭的だった夫の小田切丈さんも、カシーさんの妊娠が分かってからはさらに家事を手伝ったり、長男の学校への送迎や面倒を見たりと、よりカシーさんを支えるようになり、夫婦二人三脚で家庭を守ってきたそうです。こうして家族愛によって悲しみも乗り越え、子育てが落ち着いた2021年頃からはカシーさんも女優業に復帰。復帰後間もなく夫小田切さんが脚本と演出を担当したドラマ「オリバーな犬ゴッシュこの野郎」NHK 総合にゲスト出演を果たし、その後も2023年には「ドクターチョコレート」日本テレビ系、2024年5月には「イップス」
フジテレビなどに出演し、視聴者からも久しぶりの彼女の姿にはネットで喜びの声も聞こえています。いかがでしたか。今回は芸能界から姿を消した女性芸能人たちの干された理由や現在の様子についてご紹介しました。今回紹介した女性芸能人の方々が復帰は絶望的と言われるフワちゃんのようにならないといいですね。それぞれの今後の活躍を応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。